こんにちは、福祉のラジオ、今日もよろしくお願いします。今回は鹿児島市で始まったチームオレンジという取り組みについて紹介します。どうやら認知症の方を地域で支える取り組みなんだそうです。2025年には65歳以上の5人に1人は認知症になると言われていますから、人ごとではないですよね。今日も聞いてくださいね。福祉のラジオ、この番組は南国ハウス、千年メディカルタウン、就労継続支援 B 型事業所小春みより、介護のコンフィアンス、介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのおうちの提供でお送りします。今日はチームオレンジについて、鹿児島市役所認知症支援室の岩本理沙さん、そして鹿児島市長寿安心相談センターチームオレンジのコーディネーターの佐藤優香さんにお越しいただきました。今日はありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはじめにチームオレンジって何ですか？いきなりなんですけど、認知症と見守りメイトってご存知ですか？聞いたことはあるんですけど、あの、市が指定する認知症と見守りメイトという講座がありまして、はい、講座を受講終了した、あの、見守りメイトっていうのは個人のお宅を訪問して、その方個人のお宅は認知症の疑いのある方とか、認知症と思われるような方の見守りとか声かけとかボランティアをする、個人のボランティアになっているんですけれども、チームオレンジはその個人のボランティアさんがチームで活動できる地域に根ざして、認知症の方を地域で支えるボランティア活動をしているグループになります。より今まで以上に認知症のことをお話しできたりできる場っていうことなんですか？そうですね、認知症ご本人だけじゃなくて、その家族も一緒に、認知症になったらどこに相談したらいいんだろう、やっぱり市役所かな、包括支援センターかなって思うかと思うんですけれども、もっと気軽に相談できて、近所の方が一緒に相談に乗ってくれたり、適切な支援先につないでいただけたり、ちょっとハードルの低い、そういったグループになってもらえればと思ってるんですけれども。どういったきっかけでチームオレンジ誕生したんですか？今年度のチームオレンジ立ち上げに興味を持ってくださった方っていうのが、見守りメイトさん対象の研修会などでですね、アンケートを取らせてもらって、チームオレンジのお話をしに行きました。はい、で、認知症の方もそうでない方も共に過ごすことができて、お互いに支援する側、される側とか関係なしに楽しんで過ごす場所作り、そんなチームオレンジが地域にあったらいいよねとか、いや作っていきたいよねってご賛同いただいて、鹿児島市の長寿安心相談センターには認知症地域支援推進という認知症の方たちに特化したの支援を行う職員がいるんですけれども、生活支援コーディネーターという社会資源のコーディネートをしていくコーディネーター、その職員、長寿安心相談センター自体がですね、20カ所ほどありまして、みんなで連携しながら立ち上げていきました。今年度は鹿児島市を3つに大きく分けて、北部と中部と南部というところで各1チームずつ立ち上がったところになります。じゃあ本当様々な専門の皆さんが関わっていらっしゃるということなんですね。そうですね。そんな中でどんな活動を行っていらっしゃるんですか？チームオレンジが今年度は8月にスタートをしているんですけれども、一応3カ所ですね、それぞれ楽しく良い雰囲気の中で活動されています。まず北部なんですが、サネ方オレンジカフェというチームでして、ゆったりとお話をするカフェをしたり、大きなイベントとしてはマルシェをされたり、これからだと餅つき大会など季節に応じた行事も取り入れて活動されています。多世代交流も考えていらっしゃってて、世代を超えて交流できる活動も考えていらっしゃいます。おじいちゃんおばあちゃん、お子さんと会うとすごく笑顔になりますもんね。そうですよね、すごくいい刺激になるんじゃないかなと思ってます。次に中部なんですが、チームオレンジ醸成と言いまして、こちらの団体さんはですね、参加されたい方にもご要望をお聞きして活動に取り入れるってことも頑張ってされていらっしゃいます。自分がやりたいことを自分たちでできるっていいですね。そうですね、メンバーさんが事前にご要望をお聞きしたところですね、麻雀をされたいという、ご意見があられまして、活動日には麻雀台を登場してですね、楽しまれていらっしゃいます。そういうこともできるんですね。そうなんです。
と南部なんですけれども、はい、こちらがチームオレンジ谷山といいまして、うん、場所がお寺さんでされていらっしゃいます。お寺。そうなんです。お寺なので納骨堂がありますよね。 ありますね、はい、そこに来られた方にも参加していただく、歌を歌ったりマスコット作り、会話を楽しむという活動をされております。へー、楽しそうですね。どこも、はい、それこそ飛び込みで参加されたっていうお話ありましたけど、誰でも参加って可能なんですか？はい、地域とつながることを大切にしておりまして、はい、お互いを支え合う場所であるということをご理解いただける方であれば、どなたででもチームをこう運営していく側というかですね、うん、お手伝いしていただく側としてでも参加できますし、どなたでも可能です。こう認知症について悩んでいる方だったり不安に思っている方だったり多くいらっしゃると思いますし、知ると知らないだけでは全然違いますから、気軽にこう参加してほしいですね、うん、はい、これから高齢化がどんどん進む、認知症の方がどんどん増えていくっていうのはもう止められない事実ではあるんですが、うん、そうですよね、認知症に関する皆さんの正しい知識や理解を深めることができて、はい、地域の方が認知症に優しい地域になって、それと同時にチームオレンジの活動がどん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 広がっていって、認知症の人やそのご家族が安心してこれからもずっと地域で暮らせるように、本人らしく生活ができるような地域になっていったらいいかと思います。私も今のお話聞いてチームオレンジの活動に参加してみたいなって思ったんですけど、なら今度12月にまた活動がありますので、はい、ぜひ一緒に来られませんか？ぜひ行ってみたいです。調整で行われているチームオレンジの活動をちょっとご案内しようと思います。行きますよ。レッツゴー。ということで、来週は実際にチームオレンジの活動に参加してきます。認知症は脳の病気です。正しい知識を身につけて過ごしていきたいですね。福祉のラジオ。この番組は南国ハウス、千年メディカルタウン、就労継続支援 B 型事業所小春みより、介護のコンフィアンス、介護施設紹介センターかごさぽ、就労継続支援 B 型事業所みんなのお家の提供でお送りしました。